20歳の頃のベルストフスキー・アレクセイ・ニコラエビチ、ベルストフスキー1862年11月17日は19世紀ロシアの作曲家。ミハイル・グリンカと共にロシアオペラの指導的作曲家であり、グリンカより5年年長ながら5年長生きした。ベルストフスキーのオペラ作品は19世紀初頭にロシアで流行したカッテリーのカボスや、 スティパン・ダビド・フラのおとぎ話オペラから脱皮して、本格的オペラへと橋渡しする役割を担った。ベルストフスキーは、地主の息子に生まれ、幼少より音楽を学んだ。ロシアに居住していたピアノの名手ジョン・フィールド及びダニエル・シュタイベルトの二人にも支持している。サンクトペテルブルクの交通技術大学を卒業するが、演劇の世界で生きることを決意し、1823年に、 モスクワへ移って劇場監督となる。1842年から1860年まで、ボリショイ劇場を含むモスクワの全劇場監督官を務めた。ベルストフスキーは、ボードビルのための劇不随音楽や多くの歌曲を書く、傍ら、西ヨーロッパの作曲家たちの作品を研究し、6曲のオペラ作品を残した。特に重要なオペラとして、 スラブの古代史に題材を取ったアスコリドの墓があり、ベルシットフスキーの名を世界に広めた成功作となった。アスコリドの墓はセリフの入るジング・シュピール作品であり、様式的に古さを拭えない部分もあるが、1835年にモスクワボリショイ劇場で初演されて、以来19世紀中にモスクワで400回、 サンクトペテルブルクで200回など、ロシア各地で上演が繰り返され、圧倒的人気を誇った。また、ロシアオペラとしてはアメリカで上演された初めての作品でもある。この他、オペラ作品として、バント・トバルドフスキーは、1824年にロシア初演されたウェーバーのマダンの伊手に強い影響を受けた、ロシア発のロマンティックジング・シュピールであり、より、ロシア色の強い、 バディーム、または12人の眠れる乙女の目覚めやレチタティーボに、工夫を凝らした、グロモボイなどがある。ありがとうございます。